アンティークコイングレートブリテン金貨ビクトリア2ポンド1887年 MS61NGC 鑑定です。約130年前の2ポンド金貨になります。1887年の、単年度発行で、発行枚数が9万1000枚になります。単年度発行で、2分の1オンスですね。かなり大きさもありますし、枚数も少ないということで、値段が徐々に上がっています。これの一つ上の、5ポンド、こちらの方はかなり値段が上がってきているので、2ポンドの方も引っ張られて値段が上がっていくというふうに考えています。写真ではなくて動画で見るとよくわかると思うんですが、フルフライクのようにですね、非常に光沢のある、かなり綺麗なゴールドの色合いが出ていると思います。